み合うが、ここは9番の鈴木健二が前に出ました。後方から2番の荒井が一気に上がってくる。残り600の鐘、2番の荒井が前を叩いていく。9番の鈴木健二は一旦下がって、ここは中段キープを狙うか。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周、2番の荒井の先行になりました。2番手は5番の松永、3番手には6番高森、4番手に9番の鈴木健二、7番の佐藤弘樹は7番手からまくっていけるか。バックストレッチ、4番手からまくった9番の鈴木健二、一気に前段を捕まえに行く。その外あたりまで7番の佐藤弘樹待ってくる。内側では5番の松永もいる。4コーナーから直線、9番の鈴木健二が先頭だ。追ってくるのは4番二次、しかし9番の鈴木健二がゴールイン。2着4番の二次、3着は1番5番と接戦です。